し夕立ち、ひどく蒸し暑い102号室、スピーカーからフレイフレイ夏のブルースが流れてる。聞き飽きないのは世界が今も憂鬱なブルーのままだから、蘇る曲はどれもこれもブルーだから、いっそ許可のない2を歌うことにしたんだ。よりボスに教わったっけ、ごちゃごちゃ言わねえで働け、搾取される方が悪いというシステムと暮らす。2012年夏、すり切れながら手に入れた福沢諭吉の目が訴える。次に何も感じなくなるさ、本当に手に入れたいものって何だったんだっけ。がぶっ壊したギターのかけら、胸に刺されども刺されども、昔は良かったって死ぬまで雪かよ。1969年夏、問題はリバイバルよりサバイバル、手渡された時点で無茶苦茶だったこの世界で、次は誰に何を手渡しゃいい、スタスタな頭で考えるこの世代で、生かされてるんではなく生きてるんだと言える夏を君と探してる。壊れてなお希望のブルースのかけらを、あの子と歌えますように。清志郎よりばあちゃんに教わったんだ、書くなどいらねえ、彼女の心はそれきり変わっちゃいない。1945年夏、傘もなく部屋を出て夕立の向こうの宇宙の向こうの創造主を睨みつけても、騙されてたのと知ろうとしなかったのとは違う、向き合うのはいつも今の自分だから。種類が何千年も飯食ってセックスして試行錯誤してたどり着いた今日が世界で一番新しい今なんだ。悲しくなるほどブルースは何